エルサレム王国、エルサレム王国、1099年から1291年は、11世紀末西欧の十字軍によって、中東のパレスチナに樹立された、キリスト教王国、十字軍国家の一つ。ローマ教皇の呼びかけに応えて、聖地エルサレムへ向かった第1回十字軍は、1099年にエルサレムを占領し、十字軍の指導者となっていた。 ゴドフロアドブイオンはアドボカトゥスサンクイセプルクリ聖破家の守護者に任ぜられた。これはゴドフロアがキリストが命を落とした場所の王になることを恐れ多いと拒んだからである。ゴドフロアはエルサレムを拠点に残存するムスリム勢力の駆逐や農村の襲撃を行ったが1100年にエルサレムで没した。弟のエデスサハクボードアン、ボードアン一世が後を継いで エルサレオを名乗った。こうして十字軍国家、エルサレム王国が誕生する。エルサレム王は当初は十字軍によって征服された、エデッサ伯領、アンティオキア公国、トリポリ伯領といった十字軍国家に対する総試験も有していた。イタリアの都市国家であるベネツィア、ジェノバ、ピサがヨーロッパとの海上交通や平坦路を確保すると共にレバント貿易に従事した。 もともと、十字軍は、利害が対立する諸公の連合軍であり、現地に建てられた諸公国もエデッサ博領、ブローニ博など、北フランス諸公、アンティオキア公国、南イタリアのノルマン人諸公、トリポリ博領、トゥールーズ博など、南フランス諸公とそれを反映し、お互いに対立していた。さらに、現地生まれの諸行は、異教徒という話共存を目指し始めたのに対し、 信頼の十字軍や、教会関係者は、イスラム教徒との戦闘を要求したため、王国の方針は常に定まらなかった。エルサレム王国は、近隣のムスリム都市ダマスクスと協力し、聖地騎士団の活躍により、何とか領土を維持していたが、1144年に、セルジューク町の武将ザンギーに、エデッサ博領を奪回され、これに対して派遣された第二回十字軍は成果を、 治めず撤退し、ダマスクスがザンギーの息子、ヌールッティーンに支配されたため、状況は一層悪化した。その後、弱体化したエジプトのファーティマ朝に対して攻勢をかけたが、ヌールッティーンの武将シールクーフに阻まれ、結局エジプトはシールクーフの甥サラーフティーンの支配下にいるエルサレムをアモーリ一世が没したため、王国は、 サラーフッティーンの強力な圧力を受けることになった。アモーリーの死後、後を継いだ、ボードアン四世は、病気により後継ぎが望めず、後継をめぐって、信頼十字軍を中心とする宮廷派と、現地諸侯を中心とする貴族派の勢力争いが、顕著になった。1187年ヌールティーンの意思を継いだ、ムスリム勢力の英雄、サラーフッティーンがヒッティーンの戦いで、エルサレムを、 リード・リュージニャンを破り、聖地エルサレムを奪回した。エルサレム王国は、パレスチナの海岸部に追い詰められ、第三回十字軍が駆けつけてきたが、聖地再占領はできなかった。その後、第六回十字軍では、シチリア王国に育ち、アラビア語に関能内職の新聖ローマ皇帝、フリード・リヒ二世が、外交交渉によってエルサレムを回復したが、1244年にはそれも、 失われた。その後も、パレスチナの十字軍国家は、エジプトのアユーブ町に、アッコ根孔周辺に追い詰められながら、エルサレム王国の名で存在し続けたが、1291年に、エジプトのマムルーク朝によって、悪孔を落とされ、完全に滅亡した。1174年に、ヌールティーンとアモーリーが没した。ヌールテーンの死去により、 サラー・フッティンの勢力はシリアにも及び、中東のムスリム勢力はほぼ統一されることになり、キリスト教勢力への攻勢が強まった。一方、アモーリーの死によって、エルサレム王国は混乱の時代に入っていった。後を継いだ、ボードアン4世は、来病が進んでおり、身動きが不自由で余命は短く、子供も望めなかった。アモーリーには他に息子はおらず、 多い継承権を持つ者として、シビーユ、イザベルの二人の娘のほか、血縁の男子として、トリポリハクレーモン三世がいた。従来から王国には、信頼十字軍を中心とする宮廷派と、現地諸侯を中心とする貴族派の勢力争いがあったが、これに後継争いが加わり、構想は一層激化していった。宮廷派の中心は、オーバーニエスであり、 後継候補として、実施、シビ有を立て、これに、信大十字軍士のエメリー、リード・リュージニャンのリュージニャン兄弟、トランス・ヨルダン領主、ルノード・シャティオン、キューエデス・サハク・ジョスラン三世、アニエスの弟が加わっている。一方、貴族派は、トリポリ派クレーモンを中心として、後継候補として、イザベルを立て、これに前王妃、マリア・コムネナ、イザベルの実母、ボードアン、 バリアンのイブラン一族が加わっていた。1176年からボードアン4世は新生を、はじめ、ジョスラン3世とトリポリハクレーモンのバランスを取りながら、国政を運営し、シビーユに、モンフェラーとコーギヨームを結婚させ後継者としたが、間もなく、ギヨームが妊娠したシビーユを残して没し、生まれた子供が、後のボードアン5世、後継争いは、再び混沌としてきた。 1177年のモントジザールの戦いで、サラーフティーンを破り、しばらく平穏が続くが、派閥争いは一層激しくなった。貴族派は、シビーユとボード・アンデー・ブランの結婚を狙ったが、アニエス・ラ・キューテ派は、シビーユをギー・ド・リュジニャンと結婚させて、ギーを摂政に任命し、さらに、イザベルを、ルノード・シャティオンのママ子である、トロン・領主・オン・フロアと結婚させて、 貴族派からぬ切り離しを狙った。ギオーム・ドティールの年代記では、アニエスの影響力によるものとしているが、現在の研究では、大い継承権を持つレモンや、勢力拡大を狙うイブラン一族を警戒た、ボードアン四世の遺構であると考えられている。1183年に、ルノード・シャティオンの挑発に起こったサラワ・フッディーンが、ルノード・シャティオンの居城。 下ラク城で行われていたイザベルの結婚式を襲うと、ボードアン四世は病床にもかかわらず腰に乗って出陣したが、この時に良の能力に不満を持ち、シビーユ夫妻の継承権を奪って5歳のボードアン五世を共同王にするとともに、D を摂政から解任し、代わりにデーモンを摂政とした。1185年にボードアン世が没すると、ボードアン世が後を継いだが、 病弱のため即位後一年で創生し、再び後継争いが再燃した。貴族派を中心に、諸公は、シビーユの即位の条件として、ギーとの離婚を要求するが、シビーユは、一旦これに同意するものの、即位すると同時にギーを国王に退官した。これに対し、トリポリハクレーモン、ボードアン・レーブランなどの貴族派はイザベルを擁立して、クーデターを企てたが、イザベルの夫、 オンフロワが寝返って、失敗に終わった。反対派を排除して、権力を握ったギーは、対イスラム強硬派のルノードシャティオンと組み、サラーフッティーンとの対決姿勢を強めた。1186年、休戦条約を犯してルノーは、メッカイの巡礼者やキャラバンを虐殺し、残りを捕虜に取った。サラーフッティーンの捕虜解放交渉は、ギーとルノーに無視され、ここに休戦は破れた。 トリポリハクレーモンはサラーフッティーンの圧力もあり、イスラム勢力との融和を図っていたが、ギーたちはレーモンに対してサラーフッティーンとの同盟を結んだことを攻め、大司教による波紋もちらつかせた。レーモンは屈してギーと妥協し、1187年7月4日のヒッティーンの戦いでサラーフッティーンと激突したが、十字軍は大敗し、ギー、ルノー、 テンプル騎士団総長ら多くが捕虜となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。